フランクリン・グラハム、フランクリン・グラハム、フランクリン・グレアム、ウィリアム・フランクリン・グレアム E、1952年7月14日帯は、現代アメリカの著名なキリスト教のテレビ伝道師で、ある。伝道師、ビリー・グラハムと、ツマルース・ベル・グラハムの5人のこのうち4番目の子として、ノースカロライナ州、アシュビル郊外のアパラチア山脈で生まれ育ち、現在は、 ノースカロライナ州ブーンに居住している。自然豊かな山の中のログハウスで育つ。母親のルースは暗礁成功をさせた。山歩きや狩りは得意であったが、学校は嫌いであった。13歳の時には、ニューヨーク州ロングアイランドのキリスト教系、寄宿学校ストーリー、ブルックスクールに入学したものの、都会のエリート校になじめなかったフランクリンは1970年に、 中退し、田舎のノースカロライナ州で応援高校を卒業。18歳の時に、ビリー・グラハム伝道協会のロイガ・スタッフソンが責任を持っていた中東ツアーでアルバイトをする。そこで宣教師の影響を受けたフランクリンは、伝道協会の援助で砂漠用のランド、バーを手に入れ、ヨルダンに運んだ。そこで、アイリーンとエレノアが祈りで問題を解決しているのを目の当たりにする。 1971年のクリスマスの前にヨルダンから米国に帰国する。ルトルノーカレッジに復学したものの、1972年の5月に小型飛行機をレンタルし、クラスメイトの女性とアトランタに行くが、嵐を避けてルイジアナに泊まったことで退学処分を受ける。しかし高等教育を受ける努力を続け、モントリート、アンダーソンカレッジ及び、 アパラチア州立大学を卒業したことで、両親に喜ばれた。1974年7月に、スイスのローザンヌで開催されたローザンヌ、世界伝道会議のアシスタントを務める。ジュネーブ湖のほとりで、父ビリーは、キリストを受け入れるか拒むかを、決めなければならないと言った。選挙大会終了後のエルサレム旅行中に、ホテルの一室で、クリスチャンとなる。彼は罪を告白し、 人生を神に明け渡した。22歳だった。この年の8月14日、幼馴染みであるジェイン・オースティン・カニンガムと結婚。クリスチャンとなって間もなく、キリスト教団体、サマリタンズ・パース、サマリア人の財布の創設者、ボブ・ピアスに加わり、アジアへの6週間の電動旅行に出発。ボルネオのジャングルにある、魔法使いの支配する村に行き、悪霊の存在を感じた。 この旅行中にボブ・ピアスから神の領域について教わり、世界の救済に焦点を絞ることを決意する。ボブ・ピアスは父親の次にフランクリンに影響を与えたという。1976年にボブと再会するがサマリタンズ・パースのミニストリーにコミットする確信が持てなかった。このカンシアトル・パシフィック大学で経営学を学ぶ。この年に アパラシア州立大学に入学。選挙地に短期間医師を派遣する。ワールドメディカルミッションに協力する。1978年の春に大学卒業。1978年にボブ・ピアスを訪ねる。ピアスはフランクリンにイエス・キリストのお旗を掲げ、シンプルな福音を伝え、それと同時に十分な知識を与えることによって、 人々はキリストを受け入れるか拒否するか選ぶことになると語った。ピアスは1978年9月7日に昇天。ピアスはフランクリンを後継者に願いながらも、神のお心に諮るためにあえて、フランクリンを指名せず、18ヶ月の間リーダーが見つからなければサマリタンズ・パースを解散することにしたが、ピアスの死後1979年に理事たちの承認が得られ、 フランクリンは28歳でサマリタンズパースの代表権理事長に就任する。ワールドメディカルミッションとサマリタンズパースは協力することになった。ケニアのテンウェク病院の病院増築のために献金を集める。レバノンの宣教師サミを訪問し支援していたが1982年にオペレーションモビリゼーションの助けを得てテルアビブからレバノンに入る。 1988年に11月にホンジュラスを視察し、そこで南部バプテストの宣教師、ルーベン・グエロと出会った。1989年以降、電動イベントを主催。ビリ,リー・グラハム電動協会、ブジアとの協力により、毎年少なくとも5回のグラハムフェスティバルを世界中で開き、説教を聞いた人は延べ300万人以上に上る。フランクリン・グラハムは現在、 ブジアの会長兼 CEO についている。1999年のコロンバイン高校、追悼集会でスピーチ。2001年、ジョージ・ワーカーブッシュ大統領の就任式で、開会の祈祷を担当した。2001年のアメリカ同時多発テロ事件直後に、我々国民全体は、神に罪を告白し、許しを請うとともに、来たる日々に、我々が何をなすべきか。 特に大統領について、神の知恵を探し求めなければならない。として、神への悔い改めを表明した。また、イスラムの神は、キリスト教の神、ユダヤキリスト教の信仰の神と同じではない。イスラムの神は、それとは別物で、非常に邪悪な宗教だと思う。と語った。フランクリン・グラファム氏は、クリスチャン新聞のインタビューでこの発言について問われ、他の宗教に敬意を払うが、 イエス・キリスト以外に救いに至る道はない、と答えている。2002年に、ビリー・グラハム伝道教会の総裁に就任する。イラク戦争で、バグダードが陥落した9日後の2003年4月18日、受難日、聖金曜日の礼拝を行うためバグダードに赴いた。2006年11月3日から5日まで、沖縄県茶壇町の茶壇陸上競技場で、沖縄フランクリン、 グラハム国際大会を主催した。来日した2006年、クリスチャン新聞のインタビューに、私はいかなる戦争も支持しません。真実なイエス・キリストに仕える人は誰も戦争を支持しません。しかし、国には防衛する権利があります。それは戦争とは別です。としている。2007年に、聖書は神が私たちを愛し、帰り見てくださると教えます。 あるは、私たちに、天国において、主と共にある道を与えてくださいました。神の子、イエス・キリストを信じる信仰を通してです。と語った。2007年11月29日から12月2日の間、香港を訪れ、香港フランクリングラハムフェスティバルを主催する。これは1997年以来初の大規模な伝道集会となる。 2010年10月22から24日に大阪城ホールで電動大会関西フランクリングラハムフェスティバルが開催2015年11月には日本武道館でセレブレーションオブラブウィズフランクリングラハが開催1979年フランクリングラハムはチャリティ団体サマリタンズパースの CEO 創設者のボブパースの死去に伴い引き受けた 以来、貧困、天災、戦災に見舞われた100以上の国で大規模なチャリティ活動を展開してきた。イラクについて、フランクリングラハムは、サマリタンズパースの代表を早急に送り込む、準備は万端であると述べた。派遣の目的は、人道援助であるとしつつ、フランクリングラハムは同時に、私たちの働きを通して、神がイエス・キリストについて、 人々に伝える機会を常に与えてくださると私は信じています。私たちはイラクの人々を愛し救済するべく現地に赴くのであり、クリスチャンとして私はイエス・キリストの名においてそうしますとし、キリスト教の福音伝道が支援の目的であること強調した。フランクリン・グラハムは最も成功した NPO 団体 CEO として広く認知されている。 USA Today 誌によると2008年のフランクリングラハムの収入は、印税や講演等による収入を除くとビリーグラハム伝道協会からの退職金36万6千ドルに加え自身の団体であるサマリタンズパースの年収48万3千ドルを合わせた63万3722ドルであった。フランクリングラハムは2001年9月11日の アメリカ同時多発テロ事件の直後、イスラム教を非常に邪悪で不道徳な宗教とコメントしたことで批判を受けた。2003年4月18日にペンタゴンで開かれた聖金曜日礼拝での説教はペンタゴンに勤務するムスリム系米国人からさらなる批判を招いた。フランクリン・グラハムはまた2009年12月 CNN のキャンベル・ブラウン記者に対して 本当のイスラームはこの国で信奉されてはならないというイスラーム差別発言を行った。自分の妻を殴ってはならない。自分の子供が不定行為やそれに類することをしたと思えたからといって彼らを殺してはならない。それこそこうした国々で行われていることなのだ。2010年4月22日、ペンタゴンはアメリカ合衆国軍信教の自由連盟へ。 イスラーム系のグループであるアメリカイスラーム委員会らの抗議を受け、ペンタゴンで開催される国民の祈りの日へのフランクリングラハムの招待を撤回した。フランクリングラハムは結局国民祈りの日の会合に参加したが会場外の駐車場で取り巻きの人々と一緒に祈るに止まった。タイム誌2010年8月30日発売号によれば、 アメリカはイスラームを憎んでいるのでしょうかとの質問に対しフランクリングラハムはイスラームは憎悪の宗教であり戦争の宗教であると応じたフランクリングラハムはまたグラウンドゼロの近隣に宗教間対話を促すイスラーム系のカルチャーセンターを建設する案について同施設の建設はイスラーム教徒が 世界貿易センタービル跡地を自分たちの土地だと主張することを意味すると警告した。2010年8月19日、CNN 特派員、ジョン・キングにアメリカ合衆国大統領、バラク・オバマのキリスト教信仰に疑いを持ったことがあるかと質問されたフライクリングラハムは、私が思うに大統領の問題は彼がムスリムとして生まれたことであり。 彼の父親がムスリムだったことです。ユダヤ教の死が母親を通して継承されるように、イスラームの種は父親を通して継承されます。オバマ大統領はムスリムとして生まれ、彼の父親は彼にイスラームの名前を与えたのですと述べた。フランクリン・グラハムは続けて、とはいえ大統領が預言者ムハンマドを否定し、イスラームを捨ててイエス・キリストを受け入れたことは明らかです。 彼は少なくともそう言っています。私の立場から彼がイスラームを捨てていないとは言えません。ですから私は大統領は彼が言っている通りの人物であると信じるしかないのですと述べ。2011年3月保守系ネットテレビニュースマックスニュースマックスとのインタビューでグラハムはオバマがムスリム教大団に米国政府の一部となり、 政権の決定を影響することを許したし、次のように主張した。2001年9月11日、アメリカ同時多発テロ事件の直後、同年9月14日に、ワシントン大聖堂で、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領をはじめ、政府関係者出席のもと行われた、礼拝の後、CNN の番組取材を受けたフランク・リングラハムは、ジュギ・ウッドラフ記者の質問に対して、次のように述べ、 アメリカ合衆国の保有する大量破壊兵器の使用をアメリカ国民に訴えた。スーダンで自身の団体サマリタンズパースの活動を展開していたフランクリングラハムは1994年、ウガンダの神の抵抗軍とスーダン及びウガンダ両政府の間の和平交渉への参加を拒否したことで批判を受けた。2009年3月、 スーダン大統領を丸々イコールバシールが国際刑事裁判所によって訴追されるとフランクリン・グラハムはニューヨーク・タイムズ紙に平和を正規優先させようと題された記事を寄稿しバシール大統領をジェノサイドの罪で訴追すれば2005年の和平合意の崩壊を招くと論じて訴追に反対したこれに対して他の団体に並び進歩派の NPO 団体ピース・フォーザアメリカンウェイ フランクリングラハムによるバシール大統領の擁護を批判した。フランクリングラハムがイスラーム系の多いダルフールにおけるバシール大統領の虐殺行為を軽く見積もったのはキリスト教徒の多いスーダン南部に和平が成立していることやバシール大統領がサマリタンズパースのスーダンでの活動を許したためだという批判内容であった。年月、フランクリングラハムは ABC の番組ティスウィークで2012年アメリカ合衆国大統領選挙に先立つ共和党の予備選挙への出馬を表明していた大富豪ドナルド・トランプへの支持を表明た。ドナルド・トランプの選挙戦撤退後フランクリン・グラハムはモルモン教を信仰する共和党候補者ミット・ロムニーについて CBS ニュースのリポータージョージ・トーマス記者のクリスチャンは モルモン教徒の大統領候補に投票して良いのでしょうかという質問に対し良いのです。ミッドロムニーがモルモン教徒であることは私には気になりません。大統領を選ぼうという時には最も資格のある人物が必要です。感じの良いクリスチャンでもあってとにかく素晴らしい人物だったとしても国を指導するやり方を理解しない人ではいけません。ワシントンの事情を 政府を理解し、この国を前進させるために国民を一つにするには、どうすればよいか理解している人物が必要なのですと、述べた。2012年2月、フランクリン・グラハムは、CNN のインタビューを受け、打体を非合法化する、新たな法案作成に、積極的でない現職大統領、バラク・オバマのキリスト教信仰は、怪しいとして、打体非合法化の方針を表明している。 リック・サントラムはじめ共和党のクリスチャン候補に対する指示を強調した。2011年3月11日に起きた東日本大震災についてフランクリン・グラハムは保守系テレビ局ニュースマックスの電話取材に対して日本での地震と津波はキリストのサイリンとアルマゲドンの予兆かもしれいと述べた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。